かしそのスサノオですね、これまた皆さんがよくご存知のアマテラス大御神、女神のアマテラス大御神と実は受け入れという場面でよく読むと本当は戦っております。あれ兄弟じゃありませんね。それがやっと分かってきました。そのスサノオの御事を倒したのがアマテラス大御神こと、私にとってはニギハヤヒの御事と呼ばれる物のべしの祖であります。仙台九字本義に書いてあります。でこれはもう本当に小学校の時にちょっとね古事記の少年版というんですかね、児童向けの古事記を読んで、アマテラス大御神も私女神だと思っとったんです。それで自分の通うところが天正宮だったんで、父ちゃんにここはアマテラス大御神が祀ってあるてやろうって聞いたんです。だから父ちゃんはなんかそこの神社の縁起を読み寄って、いやここは男神じゃと。はアマテラス大御神じゃ女神やろもん、いやここは男神じゃ。もうねこれが私の幼い時の体験ですからね。それで40代半ばにこの世界にまた戻ってきたら、あなんだ僕が初詣に通ったお宮さん、あの逃げ足が本物のアマテラス、あやっぱり男神やったと、こうなってしまったわけです。そしてそのスサノを追い詰めます。そしてこれも古事記に書いてありますね。そこに天の金山、これ河原でございます。これで鉄の鏡作っとんですね、河原の土地でね。弥生時代ですよ、鉄の鏡作っとんですよ。でその天の鏡山のそばでそのスサノの御事を追い詰め捕らえた、天照大神がですね、早スサノの御事にチクラの置きとを仰せとあります。これ調べました。チクラの置きととは何枚もの板状の石のことであって、スサノの御事は重い石を体の上に置かれて圧殺されていると。そして彼の一族が再び現在の出雲に流されていくわけですね。まあ、こういう事実が浮かび上がってきたわけです。事実かどうか分かりませんがね、私の推測ですけど、地理的には劣るわけです。さあそれでその尾神のアマテラスさんがスサノの御事をそういう処刑をした場所がここの、これもまた田川の土地です。夏焼きの書、これは神宮皇后の時代のお話なんですがね、ここに夏吉という地名があります。ここにゴーヤというところがあります。そのゴーヤに第一鍾乳洞というところありますね。で中に入ると真っ白いはずなのに鍾乳洞ですから、すすけとるんですね、だからここで誰かが焼き殺されたという可能性がまだ依然としてあるんじゃないかと思うとるんですが、それでもう一つはですね、そのスサノの墓というのが八幡西区の祇園神社の向かいにあるんでございます。Google マップ載ってます。皆さん一度行かれてください。スサノの墓がございますよ、北九州市祇園神社の向かいでございます。どういうか空き地です。空き地の片隅にあります。さあそれでまたこれで王朝交代起きてますでしょ。高浜国でね、筑豊で起きとるんですよ。で逃げ早日の御事は大物主の部下であった物延べ安氏の新たな主人となった。これ以後したがって仙台九字本義では天の物延べ氏って言うんです。天がつくんでございます。これ以後で新物延べ氏の僧逃げ早日の御事の父が彦さんの天の押し穂耳の御事でございます。これ親子で侵略してきとるんです、高浜の国に。それで先ほどありました彦さん瑠璃と彦さん演技を解読するとこうなるんでございますね。これ彦さんに伝わるお話ですよ。彦さん権現、天の押し込みの御事が長い船旅の末ようやく岸辺について上陸された時、河原明神に宿を借りたいと申し入れましたが、河原明神は狭小狭いでことを申し立てて宿を貸そうとはしませんでした。そこで権現は大いに立腹され、大勢の金剛童子にお命じになって河原岳の樹木を引き抜かしてしまいました。そのために今まで生い茂った草木のために覆い隠されていた岩がすっかり露出してしまいました。それでなんと地元の伝承では平安時代、最澄さんが神仏にお祈りするまで草木が生えなかった。その河原岳は石灰岩の山ですから真っ白だったんでございます。
それで私は別の本で、真実の仁徳天皇の中で、春過ぎて夏来たるらし、白妙の衣干したり天の家具山は奈良県ではなくて河原三の竹ですよって言ったんです。そう、夏になって周りは緑、万緑でございます。その中に500メートル級の三連山が夏の日差しを受けて真っ白に照り輝くという壮大な歌であったわけです。奈良県無理です。標高180メートル、緑、周りの緑に埋没して何も感動が起きません。田川って豊かな伝承いっぱいありますね。これも彦さんの伝承ですよ。彦さん武器ですよ。彦さん演技ですよ。さあ、それから権現は直ちにでしょ。そしてその、先ほどありましたように譲ったこの地主が、所主の神、大名無知、田切り耳、ほら奥さんでしょ。田切り耳でしょ。だから大国主じゃないんですよ。やっぱ大名無知、大物主なんでございます。それから多吉姫、市木島姫違いますね。この人はもともと中腹にいた女神様で三女神ではなかったみたいです。大名無知の奥さんは一応二人の女性だと彦さんの演技には書いてあります。したがってこの一番がおかしいです。心よく権現に山を譲られた、違います。はい、こっち、一の実態こそ武力革命。そうです、大物主の国を奪ったのでございます。だから彦さんから引きずり下ろしたわけでございます、神様をね。はい、私は侵略だと考えております。で、この右早比叡が気づいたのがですね、犬国でありますが、その長男が馬島寺の御事、その弟が天の家具山の御事って言います。これは尾張の、物のべしとか河内の物のべしの家系図に出てきます。で、今日の大阪までお兄ちゃんは当選し、弟の天の家具山の御事、これが河原三の竹のところで父の後を継いだということが一応読み取れます。ここの3、4また後で説明します。今度はまた美達天皇が出てきますね。はい、その天満和国、犬国でございます。この金印ご覧になったことございますね。はい、これ中国側の五官女和国伝です。建武中元2年57年犬国が朝貢しましたよ。で、皇武帝が、金印を渡しましたよ。で、これが博多の鹿の島から出とることになっております。嘘です。多分天の家具山の御事がもらってきたとなれば河原岳の麓にあったはずです。後に神武天皇さんがこの国を侵略して筑紫に持ち帰ったのが、江戸時代に神兵衛という学生さんが博多の町で売りつけようとした金でございます。盗んだことだけが歴史事実でございます。はい、そういうことも分かっております。ということで、犬国王は物のべしをよく統治し得た。だって天の物のべしって名前に変わったんですよね。当然この方はその物のべしを統治し得たんですから、大物主高羽の神を厚く敬ったということが想像されますよね。いや、事実だって言う気はありません。想像されますよね。はい、で、この犬子は万葉集の中で天満和と書いてあります。空満大和です。さあ、この辺りから少しゆっくりいきましょうかね。もう皆さんご存知の神武天皇出てまいりますね。さあ、この、右早比の御事が始めた犬国、金印の国ですね。やっぱり河原が中心でございますよ。田川が中心ですよ。豊の国ですよ。そこに今度は、これはいつも言いますが、あの陸国、後の久国、菊池山賀の方から神武天皇さんが出てこられるわけです。出てこられます。この方はもう戦前においてはもう神武統制をなさったという、今も皇室の初代天皇さんでございます。で、現在の金城陛下が、だから第126代、これも日本書紀に基づきますね。
日本書紀とその他の立国史、それから各記録に基づいて金城陛下は神武天皇から数えて126代ということになっております。だから皇室では未だに初代神武天皇さん、日本書紀の世界が生きとるんですよ。よろしいですね。さあ118年、もうこれも割り出しました。江戸からですね、第二次神武統制が始まります。で最初負けましたんで、今度は火を背にして戦う新策というのは日本書紀書いてありますが、これを実行に移されます。それでこれは日向でいいと思います。宮崎県だから一応筑島で出てきたんですがね、敗れたがために3年間再軍備をして、で故郷の菊池山があたりに戻って、そこから中央の山を越えて、それで日向宮崎県の海の方へ出られます。そこから豊予海峡を北上されましてね、それで早水姫神社のところで渦彦を道案内といたします。そして宇佐、これは今の安治夢の妻垣神社、ここまで海が入ってたみたいですが、あるいは川が入ってますが、ここにいたり、でそこで宇佐津彦、宇佐津姫から艦隊を受けて足一つ上がりの宮に入るということです。これ日本書紀の要約です。で数ヶ月佐野岳、これ久保手山です、豊前市ですね、に通いてと、はい、ここに大天狗大物主の神がいらっしゃいますと、それから八田ガラス、はい、久保手山の八天狗でございますね。一族と同盟を結んで道案内を頼みますね。でこの間南側の吉野の九樹クスです、ブラを準備し、6月、これは日本書紀ですね、天皇一人巫女多義志耳の巫女と軍を率いて進む、すでにして三草中津国に赴かんと発す。この中津国があの湖恩河湾の中にあった、今のどこですかね、剣岳の近く、能形の近くの島だった場所ですね。それが多分中津国のコートだと思います。これあの太宰府の側の、先ほどもちょっとありましたかね、宝満山、かまど山ですね、あのかまど神社さんにも中津国のコートという文句が見えてますね。で神武天皇さんが東を従えた後に宝満山に戻ってきて、お母さんの、玉依姫に神武統制の成就を報告されたという伝承が太宰府のかまど神社に残ってますね。福岡県偉大な伝承の宝庫ですね。豊国側はやっつけられた、筑紫に帰ってお母さんの御霊にご報告された。悔しいな、菊池にも負け、太宰府にも負け、うん、もう豊国本当は勝たしたい。はい、でもにぎはやひやっぱり一族敗れていきますね。はい、それでこれですね、同じ年で7月、八田ガラスの案内で彦さん下ります。彦さんですよ。8月宇田の宇賀地の村、これもまだなかなか信用していただけません。川崎町です。川崎町天然記念物中岩寺川大穴部で、ここに神武天皇さんの故事が残る雨降神社というのが川崎町川崎にございます。中岩寺川のほとりです。そこに大川間小川間という大きな岩がありまして、下手をすると深さ2メートルぐらい、直径何メートルか分かりませんの大きな穴が開いていたんで、日本書紀に宇田の宇賀地の村と書いてあるんではないかとようやく去年気づきました。